特にこの辺の音域はコツンがあると純正の結構なる。コツンがあるとほとんど実音聞こえなくなっちゃうから、そう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 、こっちの声だけの時はいいんだけど、今はこの辺からこうやって弾いちゃってるんだよね。イメージとしてはここまで持っていって落とす感じ。腕右まで持ってたら5の指がほとんどまっすぐでだけできるくらい、こうこうやって落としてるんだよね。じゃなくてこう落としたり、その時のこの辺の感じを覚えておいて、
ぽいアーフタクトだよね。それには今4の指が邪魔してるんだよね。当たってるから。これだけやってみて。こうじゃなくて、こう、こう。この辺のこの傾きも。そう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 。それで手首と腕とぐにゃぐにゃに。なってる。肘も真上にも。そう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 。肘が柔らかいっていうのは手首と肩が力みが抜けてるってこと。うん。その後のこのスタッカートが。これだけやってみて。気もするんだけど、ちょっとそれずっと続けてみて。干渉しない、まあ、お互い干渉しないようにするわけだけど、うん、こっちとは関係なくこの意味が恥ずかしい。動けばいいんだけど、自体ができるようになったら、あとはだけの問題だと思うんだよね。一だけ弾いてみよう。あ、それだけならいいね。組み合わせができるはずだよ。ね。どうしようかな。これだけやってみて、ここに指乗せて。指乗せてるだけ、押さえずに。こっちが1の指に干渉してるんだよね。もっとここ楽になる。3だけやって。そんな弾かずに楽にしてみて。ダラーンとして、
そうそう、それで3だけ。うん。じゃあ5だけ。5は、ああ、結構やったんだもんね。5が良くなったね。あ、そうじゃんね。この準備をして、この5のためだけに考えて、第4関節から上げることを意識するとできるんですけど、うん、こういう、離れた時にやっぱり瞬時にこうやって対応する時にまだ棒になったりとか、まだこういう動きに対応できなくて、まだちょっと苦戦してるんですけど、はい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 、まあでもできるようになればね、あとは慣れだから、なんとか一番基本的な動きだけはちょっと頭に入ったんですけど、そうだった、そうだった、いいだけになったじゃん、これ上げるときにちょっとだけね、はい、こうなってるからそれだけ無理やり押さえつけるとできんだよ、こうなってる、こうなってた、こう、あ、うんうん、そうそう、ちょっとそうなってた、そうそうそう、ちょっとこっちに干渉します、うん、そう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 、うん、5はいいと思う、3もこうやってみて、上げるのはいいよね、そう、力抜くとそれだけしか音が出ないわけなんだよね、3が今、うん、そう、それでちょっとこうやって力入ってる、方向としてはそんな感じかな、それが一番のネックかもしれない、もしかしたら結構こう入るそうそうだね、こうだね、うん、ああそう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 、それはこれだけだと打鍵ができないから、はい、こうやってるんだよね、違うな、逆だ、こう、こうやってるのか、そうそう、ここは連動して持ち上げてやる、ああ、なるほど、その通りを出そうとしてたんだ、そうそう、ポンだけで、楽になる、それができれば多分打鍵は大丈夫だと思うんだよね、そうですね、うん、練習してみます、ね。